ホームさぬき愛おい法より窓口の向かい、併設されている喫茶系食店窓口、改札口引田駅は、香川県東香川市引田にある四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は T10。駅表示パネルのコメントは、さぬきは三本とひな祭りの駅。ホームは相対式、島式二面三線で一番乗り場が一線スルーになっている。 留置線が一線付設されている。旧貨物線一線。駅舎のすぐ前の駅舎は海側。喫茶店が同居。以前は JR 四国経営の北方ラーメンメン小町、引田店、キヨスクが営業していた。10メートルほど先には乗務終了後の運転士、車掌が使用する宿舎がある。2005年10月に駅舎の改修工事が行われた。自動券売機が新しくなり、 列車時間表が改札口の上から券売機の横に移動した。これは身体障害者や目の悪い高齢者に配慮したものである。また、これと同時に便所の改修も行われたが外壁塗装や大便所の鍵を変えただけで推薦化はされなかった。しかし2015年に公共下水道が整備されたため推薦化されている。駅員は概ね1名が勤務している。 直営駅、社員配置駅である。当駅は高松駅の非管理駅となっているため、駅長はおらず、駅員は高松駅から出向してきている。出刷、収刷業務のほか、駅の清掃、車両の連結、切り離しなどの作業も行っている。改札業務は行っていない。駅窓口の営業時間は朝夕のみとなっている。窓口にはマルスがなく、 利用客から指定券販売を頼まれた時には駅員はマルスのある三本松駅に紹介する。窓口に設置してあるポス端末では一部の例外を除き指定券を発行できないため料金補充券で発売している。また、京阪神、東京、岡山、広島方面への高速バス乗車券の発売も行っている。なお、高速引田バス停は 引田駅から約 2km 先の高松自動車道、引け田インターチェンジにある。2010年3月12日までは最終列車の到着が1時前であった。高松発最終便の区間短縮により、2019年3月16日現在は0時24分で、ある。また、夜間停泊駅で留置線を含むすべての線路に合わせて後、編成留置される。 一日平均の乗車人員は以下の通り、特急渦潮が停車するさぬき白鳥方より、特急渦潮が停車するさぬき白鳥方より、特急渦潮は上下列車合わせて一日二十22本停車する。引田は香川県の東端に位置し、県庁所在地の高松からは、高徳線の距離で約4 5トル離れている。このため、普通列車を利用する場合よりも、 高松までの所要時間を30分程度短縮できる。また、徳島方面では、特急の本数は普通列車と、ほぼ同数である。一部あたり駅を通過する列車もあるが、2月末から3月3日までの引きたひな祭り期間中は、臨時停車する列車がある。国鉄時代には急行、阿は、室戸が停車していたが、その本数は少なく、1日6本であった。 駅構内には、市営無料駐輪場、JR 四国の車でトレイン用駐車場、月決め契約駐車場、一日菓子駐車場、接骨院があり、駅周辺には、東山共同タクシーのタクシー待機所、徳島バスの引田駅前停留所、大川バスの車庫券停留所、うどん屋、クリーニング店、焼き鳥屋、スナック等がある。また、国道十一号沿いにあり、 引田地区内では比較的賑やかなところである。路線バスバスと列車との接続は取っていない。鳴門駅前までの所要時間は45から50分。当駅より鳴門駅へは JR よりもバスを利用した方が早い場合が多いが、料金は JR の方が200円ほど安い。なお、2012年12月13日の徳島新聞の報道で、 2013年3月31日をもって市営バス事業から撤退し、移上先は徳島バスとすることが発表された。徳島バスは同年4月1日から運行を開始した。ありがとうございます。